今週は岩井川がゲストです。というわけで、今週のタイトルコールの前に、この方の一発ギャグでスタートです。どうもどうも、東京ドーム学園、来た。やったー、ジョニオありがとうございます。さあ、今週も張り切っていくぞ。関根様のスポポラどうもどうも、東京ドーム学園だって。どうもどうも、これがもう今うちの相方の耳見ないでください。恥ずかしいですね。もうこれ、このね、もうトンネルズのタカちゃん爆笑だったから、タカさんが、そう、うわ、嬉しいですよ。最高だったもん。あとは関根様です。梶原まりこです。そして岩井川の二人が遊びに来てくれました。どうも、岩井川の井川です。ジョニオです。よろしくお願いします。あれ、今日何しに来たの？ゲスト、ゲスト。ゲストだけど、何かを持ってきてのゲストじゃん。もちろんもちろん持ち込んできた。そうなんです、最近我々岩井川に新たな展開が。そうなんですよ、もう噂の耳に入ってると思いますけどね。なんとCD デビューしちゃいましてね。先月になるんですか。 CD デビューっていうのは、はい、一流の証だからね。そうですよ。そうでしょ。そうだってね、あの原監督も、はい、原辰徳選手時代に、もうアルバム出したからすぐですよ。そういう意味ではすごいこと。星野仙一さんとかも、ね、出してるから。出されてますか。そういえば石川遼君出してないな。あ、石川遼君まだ出してない。出してないの。これからですかね。歌得意じゃないのかな。そうです。麻酔山さんとかね、いろいろありますけども、まあ、その話は後ほどね、はい、ゆっくりとですね、はい、たっぷりとやりますんで、よろしくお願いいたしますね、はい、それでは関根様のスポパラスタート。関根様のスポパラ、関根勤のスポパラ。関根勤のスポパラ。最初のコーナーは、関根さんにグダグダつぶやいていただくこのコーナー、関根のグダツブです。もうね、岩井川とはいろいろ付き合っててね、はいはいはい、井川とはね、食事に行ったり ね、 そうですね、映画に行ったりするんで、ね、お互いの趣味でね。でジョニオとはね、ゴルフ行くんだ。ゴルフ行くんですよ。ゴルフ住み分けができてるんだ。そうそうそう。そうですね。そうで、まあ井川とはいろいろ行って、はい、まあその延長で、はい、トークライブも。トークライブもね。一緒にやったりなんかしてね。そうですよね。でね。ありがとうございます。で、ジョニオとは、まあ、ゴルフずっと行ってて、はい、で、まあ、ある時ちょっとね、はい、なんだろう、もうね、少しね、大きいプロジェクトをね、はい、与えすぎちゃったのよ。あ、ゴルフで、ゴルフに課題を与えたわけですね。課題っていうかね、いや、僕のね、はい、うちの近所にね、はい、ボックスコーポレーションの、はい、近見さんっていう社長がいるんですよ。ボックスコーポレーションで事務所、事務所、芸能事務所。そう、相武咲ちゃんとか、相武咲さん、坂下千里子さんとかいる。坂下千里子とか、それから、りっちゃんね、田中律子さんとか。すごい、すごい、そうそうたるメンバーがいるわけですよ、はい、で、その散歩の時に朝会うわけですよ、はい、と、はい、関根さん、ゴルフ行きましょう行きましょうってずっと言われてて、あれ2年ぐらい前、2年ぐらい前ですね、ね、で、うんうん、行きましょう行きましょうって言うから、はい、あ、じゃあ、はい、ぜひ行きましょうって言って、はい、で、関根さん、関根さんのところに入れてくださいって言うから、ジョニオと、はい、メンツが誰だっけ、いや、黒野くんですね。黒野、え、はい、あ、伊賀いなかったっけ、あの時、うん、僕は行ってない。伊賀じゃなくて、はい、花川は、花川とか、あれじゃない、あ、いましたっけ、僕、そんなこと全く思えないぐらい緊張感がやっぱり。あ、飯尾だよ。飯尾さんでしたっけ。あ、飯尾さんか。飯尾、飯尾さん。飯尾か。飯尾さん。飯尾だ。飯尾と、飯尾とジョニオと僕と、近見さんで回ったっけ。社長さんですね。そう。結構すごいな。そしたらさ、もう、ビビっちゃってさ、社長だってんで、事務所の。で、前の日から、調べちゃって。ウィキペディア、ウィキペディアで、その社長さんを調べたらしい。漫画喫茶で調べてきちゃった。そうそう。そしたら、俺よりも年がちょっと上なのよ。はいはい。それで、とにかくもう、すごいわけよ。すごいか。タレントがいっぱいいるし、肩書きが。まあ、権力に弱いですからね。そう。権力と年上に弱い。権力と年上と、あと学歴に弱い。ビビっちゃって。メンズダメじゃん。ビビってビビって。ところが、失礼があったらいけないって緊張したんで、うん、ベストスコア出した。なんでだよ。なんでかわからないね。迷惑かけちゃいけないって言うと、こんなうまくいくのかね。だって2年前来たあなた初めてまだ、ちょっと少ないから、そうですよ。それぐらいですよ。それ今破れてないんだよね。今破れてない。今までのベスト ?94 っていうね。そう。スコア。
そうなんですよ。あの時ね、あんな緊張感ある、なかったね。だから緊張でヘッドアップしなかったってこと？いや、だからもうやっぱり、とにかくまっすぐまっすぐみたいなのが。だから人間ってさ、集中するとあんなに持ってんだね。そうなんですよ。邪念がないと。いや、びっくりして、あの超えられないんですもん、未だに。なぁ火事場の爆発。近見さん、また来てくんないかなと思って。今度ぜひお願いします。ベストスコアの近くさんだから大物とかそういう人だとやっぱいいんですね。緊張しすぎてゾーンに入ることがあるんやね。本当ゾーンに入ったんですよね。そうあるんやね、そういうのが。あれはすごかったですね。でも近見さんは優しいから、優しいから、まだ途中でまあちょっとリラックスしてできるようになったんですけど、うん、初めはガチガチで、で背も高くてさ、手足長くてさ、かっこいいんだよね、はい、結構シュッとされてるの。もうね、社長もう要するにもう、うん、成功者の絵を絵に描いたような、ちょっとオーラが出てるぐらいの。あんな丁寧に挨拶したことないな。きちっと頭下げても、おはようございますって言ったの。大御所連れてきちゃうよ、もう。大御所連れてきてくれ。もう、誰もうバーニングの社長連れてくれ。ちょっと待ってくださいそれは。多分ゴルフクラブ忘れてくると思いますよ。僕もしかしたら80代出すかもしれないです。そう。俺は萩本欽一さんと、はい、須藤さんと回ったことあるんだ俺。それは緊張。緊張したよ。それ緊張。だから俺も曲がんなかったよ。あ、そうそう。まっすぐまっすぐ。だから確率性を求め出すってことなの。思いっきりね振らないのよ。なるほど。冒険しない。冒険しない。迷惑かけちゃいけないと思って。林に入れないとかそういうのがあるわけ。そうつまんねえゴルフだな。なんかいやでもその緊張感がねゾーンに入ります。ゾーンに入って緊張ゾーンに。いやいや今度はあれだ、じゃあ青木功さんと回ろうかゴルフ。青木さんとどうするんですか僕。本当に背筋ピーンってなっちゃう。本当じゃ余計なこと言っちゃうんじゃないか。須藤さんなバーニングの、はい、いや死んじゃうんじゃねえかもう。ねえ頑張ってください。ちょっと段階経ていきましょう。そこまでシャフトぐらいの細さだ。そうそうそう、はい、以上関根のグダツブでした。いやせっかく岩井が来てんだから岩井がのグダツブ、はい、行きましょうよ、うん、お兄さんせっかく来たんですからグダツブ行きましょうよ。あのね、はい、忘れてたんかい。ちょっと今ちょっと動揺隠しながら、いやあの、うん、私今度あのチェウニーさんっていう方と、チェウニーさん、はい、チェウニーさんっていう韓国の方、はい、歌姫と言われてる、はい、そう。それとね、うん、あのまあ、プラスアルファっていう方とですね、うん、そう俺、はい、ミッドナイトアワー横浜フォーリンラブっていう CD を出しました。聞いたよ。お聞いてくれました。調子のいいさ覚えやすい、はい、そうなんですよ。いいでしょあれ。またさ曲調に合ってんだジョニオの声が。あのさなんかムードかコーラスのボーカルみたいな声してんだよね。はいはいはい。いやいやこれデュエットで。チェウニさんがチェウニさんがうまいね。うまいのなんの。韓国の一流歌手だもんね。はいそうです。その方に今引っ張っていただいてるんですけど。じゃあ何お笑いやめてそっち行くわけ。はい確かに最近受けてないんですけど、ね、いやいや先生どういう経緯なの。これはですね、うん、もう川岸専務が、うん、定畜の方とちょっと仲良くてですね、あのドブロックとか定畜から出してるんですよ、ね、なるほどね。そうなんですよ、うん、それでこの歌をですね CD の、 あのシングルのカップリング曲でなんかファンの人にすごい人気あったらしいんですね、うん、それでこの、まあ、定畜の方がなんか、まあ、チェーニーさんとかこれなんかいい形で出せないかなっていう、うん、これをシングルカットしようじゃないかっていう時に、うん、チェーニーさんの曲だったの。そうシングルの曲ソロだった曲を。で、誰かが歌ってたの男の子。チェウニさんが。いや、一人で歌ってた。一人で歌ってたの、はい、そうです。それをなんか企画で面白くできないかなっていうので、デュエットなんかいいんじゃないかというので、ちょっと歌詞を変えて、それで浅い企画に持ってきたわけですよ。あ、向こうが。そうなんです。いないのってドブロック以外に。そうそうそう。なんか言い方いませんかっていう話をいただいた。そしたらジョニオが歌うまいからな。いやいやいや、それがですね、専務が。専務がね。僕の歌なんて聞いたことないのに。聞いたことないんですけどね。まあとにかく岩井川でやろうってことになったんですよ。ああ、うん、そうか、じゃあ岩井川だっつってその一声で決まったらしいんですよね。なんとなく曲調とかデュエットの感じ。あ、雰囲気がな。雰囲気が、はい。昭和の香り。昭和の香りなんで。で、歌ってみたら意外と声もいいですしね。で、チャートは？チャートはですね。ちょっと言うたってよ、ジョニオちゃん。有線演歌チャート、2週連続第1位っていう。すごい。すごいでしょ。すごいじゃん。朝日企画来たな。来ましたね。リクエストチャートですね。リクエストチャート。うん。で、総合の、総合で2位で。?1 位誰やった？ 1 位がミスチルなんです。ミスターチルドリンの背中が見えたな。そうなんです。3位は分かんないんだ。3位はちょっと分かんない。分かんないけど。そうなんですよ、1位。でも1位と2位の差は結構あるんじゃないそうなんですよね。そこは。いや、でも2位だから。はい、2位、そうなんですよ。2位は2位ですからね。おぉ。すごいでしょ。ミスターオイルショックがね、うん、ミスターオイルショックがミスターチルドレン、すごいよね。すごい。そうなんですよ。だからまあなんか
SL 広場で歌ってみたりとか、もう最近はだからその演歌の番組いろいろ出て、ラジオも全部いろいろ金沢明子さんの番組出させてもらったりとかですね。この間夏木豊さんの、でもそういう現場でさ、いろいろほら現場を踏むってことはさ、はい、なんかこうメジャー感が出てくるから、はい、普通に出てもいいことだよね。いいことです。こう一流の人とこうさ、触れ合って会話するっていうのは、はい、まあ芸人やっててもお会いすることないような方ばっかりなんで、向こうも芸人に初めてゲストできたみたいな。あ、そうか、逆にね。そうなんですよ。でその演歌界ではその番組に出るってものすごい光栄なことみたいな、ラジオに出していただいたりとかして、うん、でまあ僕らがちょっと不勉強で知らなかっただけで、すっごい有名なすごい重鎮のラジオのパーソナリティの方を、うん、うちの相方すぐあの呼び捨てで呼んだりとか。またちょっとこうやっちゃうんですよ、周りがピクピクするっていうね。そうそうそう、怖い怖い、始まっまた始まっちゃってるんですけど、そうそう、後から聞いたらすごい人だったみたいな。そうやって今頑張って、これ今井川が喋って、どう初めて聞いた、すごい歌じゃない、なんか年末を思い出す、紅白とかですか、覚えやすいよね、うん、なんかいいメロディーなんだ、すごく心地いい、絶賛やで、ジョニオさん、いい歌、うまいですよ歌、あれ本当いい声だよね、いい声、いや元々うまいの知ってたけど、これは本当だからね、もう今までなんか会ったことないのこの、まあ、なんていうんですか、世界で、うん、まあ、人前で歌ったりとかするっていうのが、うんうん、あの歌手の人の気持ちがちょっと分かってきて、あの滑るとかないんですね、ミュージシャンの、そうそうそう、堂々と歌ってるもんね、いやだからなんかね違うんですよ、高揚感が、あ違うんですよ、はい、でチェルニーさんはどういうふうにジョニオに対して思ってくれてるわけ、はい、チェルニーさんは全然なんか会った瞬間に嫌な人だと鳥肌が立つらしいんですよ、うんうん、そうしてなきゃいいな、デュエットだからと思ったんですけど、うん、すぐ大丈夫だったらしいです。あ、本当よかったね、はい、ものすごい明るい方で、はい、もう会った初日から仲良くさせていただいて、うん、あ、はい、そうですね、よかったね、でも最近はジョニオさんの扱いも慣れたもんで、うん、ちょっと黙っててみたいなことを、うん、ね、平気で言ってくださる、はい、もう早いですね、早いのね、かるの、とりあえず説明書が2ページしかないからね、考えいいですね、うん、でもいい歌だこれは、いやこれぜひね、いや覚えて歌っていただきたい、カラオケで、そうなんです、歌ってほしいです、もうちょっと早く出してたら紅白あったかもしれない、でも来年の紅白、そうですね、こういうのってこう時間かけて流行っていくから、そうだ、来年の紅白行こうよ、あるかもよ、振りもあるんですよね、振り、振りもね、ラッキー池田さんが、ね、そうなんですよ、ラッキー池田さんがね、もう妖怪ウォッチ AKB48 チェウニ&ジョニオプラスアルファ三部作ですね、いやいやさ、三段落ちみたいになってますけど、三部作ですよ、ラッキー三部作、すげえ、いやこれ本当ぜひね、カラオケで歌ってほしいです、よろしく頼むよ、本当頑張ってよ、はい、響いてほしいですね、どうもありがとうございました。今週のゲストはちょびひげと人間嫌いのお二人です。おい名前言え、せめて。さあ今週はですね、岩井川のお二人にトークテーマを考えてきてもらいました。はい、井川さんが関根さんと話したいこと、ジョニオさんが関根さんと話したいことをそれぞれ考えてきてもらってますので、それについて話していきましょう。お願いしますね。はい、お願いします。さあでは井川さんが今日関根さんと話したいことは何ですか。はい、まあ僕といえばね、その女性に対する闇を持ってるとか、そういうのがあると思うんですけど、うん、まあ季節柄もありまして、はい、プレゼントってあるでしょ。はい、うん、プレゼントの概念についてちょっと概念ってどういうふうに考えてらっしゃるのかなっていう、まあクリスマスがあったりとか、あ、まあ、誕生日、うん、あとは記念日とか、はい、あの女が作るクソつまらない記念日とかなんかプレゼント欲しがったりするじゃないですか、うん、関根さんってプレゼントって結構される方ですか、奥様とかに。俺ね、もうそういうところは全部卒業した。え、プレゼントって卒業するもんなんですか。プレゼントって入学卒業ありましたっけ。入学あるんで、あ、いや、あるかもしれない。でも聞いてみたら、関根さんの中で、それが、はい、生活ちょっと聞かせてください。いろいろプレゼントしてたわけ、ブローチとか、はい、はいはいはい、いろいろ、まあ、女性が喜ぶようなもの。ブローチっていうのがもうクソダサいですけども、あと久しぶりに聞きました、ね、当時ね、当時ブローチだったのか、はい、バッグとかさ、はい、結婚してからもいろいろ、はい、付き合ってる時も、うん、付き合ってる時はもうそう、はい、で結婚してからこう誕生日とかなんかあげてたわけ、結婚記念日とか、うんうん、俺センス悪くて使ってもらえないのよ。うなだれてるじゃないですか。なんかね、それで今思い出して目線が思い出して辛く、それで、はい、どういうことですかセンスで結局、はい、無駄だからつけないんですかやっぱり。いやだから無駄だから、うん、こうしたわけです、うん、好きな時に好きなものを買って、うん、
ってくださいって。だから誕生日だとか、うんうん、クリスマスとかに俺が選んだものはもうあげないけど、俺は一年中あなたに何でもあげているっていうことにしてくださいって言ったの。それある時言われたんですか、奥様から。いや、あのね、センス悪いよって。いや、それ分かってんだ俺も。うすうすうつむき加減で喋るから、それで何となく分かりますよね。無駄になるからっつって、で向こうももう冷めちゃってさ、ね、はい、人間、まあまあ、人間になっちゃってるから、まあまあそら、うん、だからもう、はい、あの洋服とか何にしても私が好きな時好きなもの買うからそれでいいですっていうわけ、うん、それを私はプレゼントだと思って、そう気持ちだけでいいですって。で俺はそこからもう全部クリアになったのよ。なるほど、卒業卒業しました。じゃあ結婚記念日とかにも別に何もあげないよ。お花をちょっと買っていくとか。花なんて買ったことない。俺ここにこれについては一言あるんだよ。ちょっとください、ください。花について。さっきと激凛に触れたみたいだけど、うん、花ってなんで咲くの。なんでなぜ咲くのか。花ってなんで咲くんですか、綺麗に。これは、うん、その美しさは、うん、昆虫とかが来て、はいはいはい、受粉のために、はい、そこでめしべのとこにつくわけ、はい、そのためでしょ、花粉つけるためでしょ、自然体、ね、はい、で次の生命の維持っていうかリレーでしょ、 DNA の、うん、それをさちょん切ってね、なるほどね、人間がね、人間のその感情のためにね、うん、それを利用するってね、もうあブラック企業と同じでしょ。自然の冒涜というか。そうだよ。ただのその視覚的効果のために命を。花はその場で枯れるために咲いてんだよ。なるほど、そういうことか。だから俺はだから毛皮を着ないって女の人いるじゃない。うん、はいはい、はい、それと同じ。俺は花はあげない。なるほど。花を送るシステム自体をちょっと否定してる。俺はだから好きですよね、女の人は。そうだから落ちた。落ちた落ち葉だって、うん、じゃあのジャングルとか森に、はい、あれだって堆肥になるんだから土に拾っちゃいけないんだよ。拾っちゃいけない掃除しちゃいけない。そうだから写真撮って見せればいいんだよ。あ、なるほど。だから見せに行けばいいんだよ、女の人。チューリップ畑とか、うん、あ、なるほど、綺麗だねって。なるほどなるほど、うん、野菜はいいんですか。野菜は食べなきゃいけないからね。うん、野菜はこれはだから第一の恵みだから。まあ、から命につながってるから。つながっていくわけだから。野菜をプレゼントするのはいいわけ。それはいいわけです。いいですね。食べてくださいって。じゃあ100万本のバラの花をみたいな歌はもう頭くるわけですか。俺はね。大量殺戮みたいな話なんですか。だから。まあお花でね、あの商売してる方に本当申し訳ないんだけど、大抵の人はお花綺麗だって言うからいいと思う、はい、俺の場合は本当にもう 100億分の1の意見だから、あの別にそんな問題視しないでくださいよ、はい、俺は嫌だ。なるほど、うんうん、提言したいわけじゃなく俺はこういう考えだよっていうことです。俺はねあの時思うのよ、はい、視聴率が良かったとか、うん、なんとかっていうと、あの事務所に花束来るわけよ。結構高いよあれ、はい、俺さ数万円とかあるでしょ。図書券にしてくんねえかなって半分でいいから図書券。いや実用的なものをあげるっていうね、クオカードとか、それ確かに助かりますよ、うん、でもなんかそこに対する思いみたいなもんを喜ぶんでしょ人って。あ、まあ、それはそうです。考えてくれたとかそういった、そうそうそう、時間だったり。ブローチとか考えてるじゃん。だから嬉しいんですよ。似合うなって思って選んでくれた時間が、うん。奥様は多分そのクソブローチを、あの、クソって言わないでください。喜んだと思うよ。はいはい。それは関根さんが私にくれたんだという思いを受け取って、そこは喜んでるけど、この物質的なもんに関して、個人的に趣味が合わないとかいう判断をしただけ。これはつけられないなと。だから趣味が悪かろうがつけてくれなかろうが送り続けてほしいわけでしょ女性って多分、まあまあ、若い時は特に、まあまあ、若い時はね、記念日にお花とか、そう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 、毎月な、うん、なんとか記念日、うん、あ記念日ね、付き合った記念日、なんかそういう現実的なくせにロマンチックな一面を彫り込むところが腹立つんです、うん、相変わらずですね。ジョニオは何かある？ジョニオ一言で終わらされた。続いてジョニオさん、はい、話したいことは何ですか？僕あの想像なんですけど、うん、浮気とかもししてね、うん、あの裸で行った時にこれだその向こうの彼かなんか帰ってきたみたいな状況あるじゃないですか。あのもしね実際あった事件もありましたしね、そうですで クローゼットに隠れた事件的な、うん、そんなことないんですよ僕は、うん、一回もないんですけど本当にそうなったらどうするんだろうっていうのを、あ奥さんが入ってくるんじゃなくて浮気相手の彼氏が来たら、彼氏が来たら、関根さんが全裸でクローゼットに隠れてくれって言われた側やったら、うん、その後どう逃げ切るかってことですよ。その時どうすればいいのかなと思ってなんでその話を関根さんとしたい、謝るしかないだろうな知らなかったって言えば、
謝るしかない。結婚してるって知らなかった。ああ、俺も被害者だ。あ、なるほどね。そうっていう芝居するわけですよ。そうそうそう、要するに。何ですかっつって。ほら、何してんねん、お前、こんなとこで裸で、俺の女の家で。そちらはどなたですかっつって。いや、俺、こいつの。でも、全裸なんですよ。でも、知らない。それは俺知らなかったからっつって。あ、そういうことです。うん、まあ、そしたら標的は一気に女の子に行くよね。お前、どういうことやって。うん、でもめ、なかなか帰れないじゃないですか、それ。そうだよな。それ。せめて服、うん、とりあえず服だけ着させてもらいたいですよね。そうそうそう。ジョニオさんがもし全裸クローゼット男。いや、僕がだから多分本当になったら、うん、飛び出していくと思うんですよ、外に。全裸で全裸で。まず逃げる。逃げるっていう、ドーンって突き飛ばして。何だったんだ、今のみたいなこと。そう、そんなこと。でも、出たらこの、どうするんだろうという考えもありますけど。とりあえずその場から逃げたい。その場から逃げるっていう、うん。あ、そこで一旦落ち着いて話すなんてことはもうなく。2回ぐらいだったらベランダが飛び降りるかもしれないですね。ああ。高所恐怖症ですけども。それぐらい、でもその手もありますね。そうだよね。知らなかったわ。うん、っていう。うん、それどういうのが、かじまりちゃん正解なの？私に聞きますか。逆に、関根さんとか、まあ、ジョニオさん、奥様いらっしゃるじゃないですか。うん、自分がね、ただいまって気軽にポッて帰った時に、うん、奥さんが知らん男性といた時に、ここが俺男として夫として問われる瞬間だと思うのよ。確かに、どうするんだろう。クローゼット開けたら全裸の俺が座ってる、例えば。しずちゃんがいるとか。関根さんどうします？まあ俺じゃなくていいです。全く知らない人がクローゼットに。まあ話は聞くのかね。めっちゃかっこいい言い方して。話は聞くのかね。もうしょうがないもんな。うん、飛び出してくるかもしれませんよ。ちょびひげ生やして。でも逃げたら追わないけどね。うん。ジョニオさんどう？僕だから全く知らない人だ。そうですよね。どうだったっていうふうに聞くわけよ。なんで感想聞くね。あのね、例えばまあ目撃するよね。はい。わかるよね。窓からかなんかで。それで踏み込むか踏み込まないかっつったら俺踏み込まない。あ、僕も絶対そうですね。踏み込めない。それとも踏み込まない。踏み込まない。踏み込まない。でもそれは絶対して。そう。絶対携帯見ないし。そこでもつれんの嫌だから。なるほど。そう。余計な波風じゃないけども、もうこの現実を見た瞬間に俺は悟ったよと。そう。ことをこっから。でその後も俺話さないと思う。わあ、胸に秘めとくんですか。向こうも確かに。胸の方が怖いかもしれないですね、でも。いや、もう絶対言わない。でもそういうことなのか。そう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 。その場合。いいことないじゃない、それで。そうそう。探偵雇ったりとか、例えばね。まあね。で、分かれないんですか。もう、もっと。分かれない、分かれない。分からないよ。分からない。かっこいい。好きだったら分からない。そうですよね。でも結婚1年目とかやったらどう？それはちょっと分かるよ。それはちょっと辛いわ。それはちょっと辛い。あれ、ああいう事件ですから。うん。そうだよね。はい。あれは辛いな。それはダメだな。それはダメだな。それはダメ。新婚じゃダメだな。そうですね。やっぱ歴史がないとダメだね。そうそうそう。勉強になりました。すみません。ありがとうございます。さて、続いては、関根勤の新ネタコーナー。来た。はい。いやー、どのくらいやってんの、ゴルフ。ねえ。ねえ、ジョニオさんはどのくらいやってんのかな。ナイスショット。嘘でしょ。チカミさん。チカミさん。ボックスコーポレーションのチカミさん。似てる。こういう感じだよね。優しいですよね。この間も、関根さん、またゴルフ行きましょうよって言って。こんな物腰柔らかい人に緊張してたの？そう。だけどね、かっこいいんだって、背高くて。名前がすごい怖いのよって。千の頭って。千の頭って書いてある。漢字で。近見さん。近見さんが千の頭。そう。俺だから一番初め想像したのはメデューサだった。なんでやねん。本当に。なんで千個頭あんねん。あれ蛇の頭やしな、ほんで。で、この間も行ってきたのよ。あ、そうですか。近見さんと。優しい方なの？優しい方は、それで、いやー、なるほどね、つって。それで、この間、またお会いしたら、関根さん、年末行きましょうよ、なんつってさ。まだ12月もさ。あ、そうですか。そう。うわ、近見さん。出るかもよ。優しい。ちかみさん、新ネタちかみさんですか。これ分かる人はもう最高で。以上、関根勤の新ネタコーナーでした。いや、今週のゲストはね、
ちょびひげと人間嫌いとかと思ってくくりがひどいな、ね、ということで CD 出してよかったね。ありがとうございます。また新しいね、何かね、突破口ができて、そうですね、そうですね、どんどんやってきて、はい、僕らも知ってもらえればと、いろいろやろうよ、はい、ね、ということでね、もう来年も頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではまたバイバイ、良いお年を、良いお年を。